テスラバルブ。100年前に天才ニコラテスラが発明したバルブとは、目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。今からおよそ100年前、ニコラテスラは水の流れに頼ったバルブを開発しました。その名はテスラバルブ。可動パーツを一切使わずに水の逆流を防ぐことができる代物です。このバルブは一方向に水が流れやすくすることができるのですが、反対方向に水を流そうとすると強い抵抗がかかります。その秘密は雫の形をループのように枝分かれした管にあります。中にある障害物によって渦が発生することで逆流を防ぐことができるのです。実はこのテスラバルブ、1920年に特許を取得しているのですが、なんと現代でも十分通用するどころか、あるものを生み出せる技術としても注目が集まっています。今回は天才発明家が生み出した不思議なバルブに秘められた力についてお話ししたいと思います。テスラバルブのすごいところは、可動パーツを持たずに逆流を防げることにあります。従来のバルブは可動パーツの定期的なメンテナンスが必要になります。しかしテスラバルブは形状による逆流防止効果が高いため、メンテナンスする必要がありません。つまり従来のバルブよりもはるかに長持ちするというわけです。地球環境保護が叫ばれている中、メンテナンスフリーで長持ちするのならどの技術にも応用できると思いますよね。ところがテスラバルブを応用した技術は今日に至るまで皆無に等しいのです。テスラバルブの最大の特徴といえば、左右に枝分かれしている雫型の管です。この複雑な形状、実は簡単に加工することができないそうです。そして何といってもテスラバルブは流れる水の速さや性質によって性能が変わってくることです。正しい方向に水を流すと水にかかる抵抗は少ないのでスムーズに流れていきますよね。一方逆方向に水を流すと雫型の管に水が流れ出てしまうため、抵抗が生じて逆流を防ぎます。雫型の部分は管の中で壁の役割を果たすわけですが、もし流れる水の量が少なかったり流れる速度が遅かったりするとどうなるでしょう。雫型に流れる水の力は当然弱まるので抵抗はかからなくなります。一度水を流すと完全に止めることはできなくなるため、水の量が弱まると逆流を防ぐ効果が減るわけですね。夢のバルブといっても簡単に使いこなせなければ意味がありません。しかし最近の研究によると、テスラバルブは機械制御に役立つ可能性があることが分かったのです。ニューヨーク大学のレイフ・リストロフ博士率いる研究チームが調査したところ、テスラバルブは機械の燃料や潤滑油をうまくコントロールできるかもしれないと明らかにしました。その根拠は、水流がある一定の速さになると逆流抑制機能が高くなることにありました。テスラバルブは水の性質や流れる速度によって逆流防止効果率が変わりますが、水の流れが特定の速度に達すると逆流を止める力がかなり強くなります。バルブ内ではスイッチが入ったように乱流が頻発し、水にとても強い抵抗がかかります。そして水が振動するような動きをしたとき、逆流を止める効果がさらに高くなったそうです。前後に揺れる水に反応するように逆流をせき止めるなんて、奇跡を通り越して技術に近いですよね。機械は燃費が良くなるほど長く稼働することができますから、テスラバルブで効率よく全体に行き渡らせられるのは間違いないでしょう。しかしニコラテスラはなぜ水などの流体を使った発明をしたのでしょうか。彼は電気の魔術師と呼ばれるほど電気の研究に並々ならぬ情熱を注いできた人です。それについては現在研究されている分野を交えて解説していきます。テスラバルブは水などの流体を交流電流に利用するために作られたのではないかと言われています。その点については現在
発電分野で有効活用できるかどうかの研究が進められています。主に排熱エネルギーを使った発電を行う際に用いられているのですが、いずれもタービンと一体化することでその効力を発揮するそうです。タービンといえばテスラタービンが頭をよぎると思いますが、あれは軸に取り付けられた円盤を回転させることで動力を生み出すものです。ここでいうタービンとの一体化は、発電原料となる排熱エネルギーを汲み取るためのポンプの役割を担います。テスラバルブの特性を利用することで、発電機全体に原料をしっかり行き渡らせるように設計しているわけですね。さらにテスラバルブの動きは、交流電流を変換するACDC コンバーターの動きにも共通していることが分かりました。テスラバルブを使った流体回路の ACDC コンバーターで実験してみると、流体の振動がポンプのようにもう片方の通路に流体を行き渡らせることができたのです。これを電気に置き換えると、交流電流は直流電流へ変換されたことを意味します。現在研究が行われている発電方法はまさに ACDC コンバーターの動きを応用したといっても過言ではありません。従来はポンプで燃料を汲み上げていましたが、テスラバルブを使うことによって自動で汲み上げることができるのです。しかも機械による振動で賄われるわけですから、自給自足で発電できる日も遠くはないかもしれません。これはあくまで仮説ですが、ニコラ・テスラが流体を利用した発明をしたのは、機械そのものを全自動化させたかったからではないでしょうか。先ほどご紹介した排熱エネルギー発電では、タービンの動きと連動して燃料を組み上げます。ここで重要になるのは、タービンの振動です。テスラバルブは振動の強さによって流体にかかる抵抗が強くなります。それと同時に流体の速度も変わっていくはずです。そうなると、全自動燃料供給システムが機械の中で完成されることとなり、燃料が循環して効率の良い発電が可能になるはずです。そしてこのテスラバルブは海洋発電でも役に立つのではないかと考えます。テスラは長年回転のイメージを抱いていました。そこで流体回路の ACDC コンバーターを利用して海水を循環させることで、発電機を稼働させるエネルギーに変換することができるのではないでしょうか。ある程度の工夫は必要になると思いますが、いずれにしろ再生可能エネルギーを効率よく利用できる可能性を秘めていることは確実だと思います。そういう意味で言うと、テスラバルブは一種のコンピューターに数えられる気がしますよね。実はテスラバルブは水コンピューターと呼ばれるほど、電気を使わなくても高い処理能力を持っています。従来のコンピューターは電気で動いていますが、思わぬところでショートしたり、配線を細くすればするほど抵抗が強くなったりするデメリットがあります。水コンピューターは配線の必要が全くないので、ガラスなどの絶縁体で作成することができます。しかしコンピューターとして使うには、逆流を妨げる役割を持つ部品であるダイオードに成り代わるものを取り付けなければいけません。水コンピューターはダイオードの代わりに弁を取り付ける必要がありますが、常に稼働し続けるため定期的なメンテナンスをしなければなりません。テスラバルブが水コンピューターの最高傑作と位置づけられているのは、水などの流体による抵抗でダイオードの役割を果たせることにあります。ありふれた自然の力のみで処理することができるだけにとどまらず、ガラスなどの透明な素材を使うことで三次元の構築に貢献できるかもしれないのです。だからこそテスラバルブは夢のバルブと呼ばれるわけですね。テスラバルブについて簡単にまとめると、3つのことが言えます。 1. 流体にかかる抵抗を使って逆流を止める。 2. 流れが速くなると流体の抵抗が強くなる。 3. 振動が伝わるとポンプのように流体を隅々まで行き渡らせる。
テスラバルブが発電分野で注目されているのは、排熱などの使用済みエネルギーを再利用できるからです。ニコラ・テスラはアイディアとインスピレーションを大事にしてきましたから、かなり先の未来を見据えながら発明に取り組んでいたのかもしれませんね。テスラバルブは逆流を使ってエネルギーを循環させていきますが、そもそも地球はエネルギーの循環で成り立っています。ニコラ・テスラは自然が持つエネルギーをインスピレーションにしていました。そんな彼の最初の発明は水車でした。水流の力で回すことができた体験が交流電流をはじめとした膨大な力を生み出すことにつながったと考えると、テスラバルブの発明はある種の原点回帰だったのかもしれません。私たちの身の回りにある物事もまた地球に存在するエネルギーです。流れが速くなればなるほどその力は強大になります。悪いエネルギーが出てきたとしても、流れに身を任せていれば混ざり合うことなく良いエネルギーを行き渡らせることができます。反対に良いエネルギーを持てば、エネルギーそのものが振動してやがては広い範囲で循環させることができます。テスラバルブの原理は人の生き方をも左右させてくれると思います。それは受け取ったエネルギーを伝えることです。循環が滞ってしまうと悪いエネルギーが混ざり合ってしまいます。悪いエネルギーを制御することは循環の中ではとても大事なことです。ニコラ・テスラが大事にしていた発想の一つに、小さな力から大きな力を引き出すというものがあります。彼が次々と天才的な発明を生み出せたのは、専門外の分野にも精力的に関わろうとしていたからです。研究には直接関わりのないものでもいつか役に立つ日が来ることを知っていたのでしょうか。それもまた彼の中でとても良い思考の循環になったのだと思います。今回はテスラバルブについてお話ししました。100年前にできたものが未来へつながる技術になるかもしれないとは思わなかったですよね。実際このことを知った研究者の多くはかなりびっくりしていたようです。テスラバルブの使い道はまだ他の方法があるかもしれないとされています。全く予想していなかった使い方もあるかもしれないと思うと、とてもワクワクしますね。